今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。まずはじめに汚れたシェラカップなどを洗うときにとっても役立ってるプチ DIY を1点ご紹介します。皆さんは焼き物料理をしたときに汚れたシェラカップとか、まあそれ以外のものでもどんな風にして洗ってますか？で、私は今までですね、こういう金ブラシ、こう金属のね、こう歯ブラシ状のもの、これでね、やるのが一番早いので、ただ一つ悩みがあって、こういう風に入れると、この先端ですね、このブラシの先端部分しか当たらないんですね。まあ取っ手がこう邪魔になってですね、でこういう風にゴシ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 やるんですけど、金ブラシの先端だけが消耗してしまって、なんかこうもどかしい感じ。で、3つ100円で売ってるような金ブラシ、これはダイソーかなとかもあるんですけど、これもですね、また買ってきて使ってても先端ばっかりを擦っててですね、擦れる部分が限られるので時間もかかりますし、ちょっとイライラしてたんですね。これ普通のシェラカップでもそうです。こういう風にした時にこちらの部分ですねについては全然当たってないんですね。なのでやっぱりこうね、洗いにくいんです。で、こういったね、例えばこれセリアの固形燃料ストーブですけど、こういうちっちゃいものなんかでもね、固形燃料を燃やしたらここになんかこびついちゃってね、これで洗おうとしたらですね、先端さえあんまり横はできますけどね、側面はね、けど側面じゃなくて汚れるのはそこなんですよね。これはまだいいですけどね、窓があるので、こういうマグカップ状の容器だとですね、そこ洗うのがすごい辛かったんです。で、そこで何をしたかっていうと、この根元をですね、もうノコギリで切っちゃうんですね。で、この切り取った部分を火で炙って、でプラスチックなんで簡単に溶けますので、溶かしたものをここにくっつけてやるんですね。はい、それがね、こちらです。これですね。で、これだとですね、非常に洗いやすくって、こうできるんですね。こうもうね、全体を使ってこすり洗いができるんです。だからね、めちゃめちゃ早いんです。もちろんシェラカップの場合でもそうです。こう全体を洗えます。横洗いたければこうできますね。ちょっとこう角度がついてますので、こんな風にね、非常に洗いやすいし、こういうね、マグカップ状のものにしてもこう押し付けることによってぴったりとね、ブラシ全体がくっつきますので、ちょっと見にくいですけどね、こういう感じで、綺麗に洗うことができるというですね、非常に便利なんですね。なので、100均でね、こういうもの、3本110円で売ってるんです。この金属系のものがやっぱりね、こすり取る力が強いので、で簡単にこれできますのでね、洗い方でね、ちょっともどかしいなと思ってる方いたらね、試してみてください。モンターナのソロ用グリルパン、こちらですね、もう私の中では焼き物といえばスキレットかこれっていうぐらいですね、とっても気に入ってずっと使ってるんですけど、1点悩ましい点があるんです。何かっていうとですね、この取っ手部分が結構長いので、焼き物をしようとした時にこうバランスがですね、取れないんですね。こう倒れてしまうんです。まあ、こう置いたらもちろんこういう風になってしまいますし、この五徳をですね、うまく利用して五徳がここに当たるように、まあなんとか置くとですね、絶対ダメではないんです。ただちょっとしたことでこう倒れてしまうので、中に例えばパンケーキミックスなんかのね、緩いものを入れてるとこう垂れてしまったり、卵なんかでもそうですね。で、網なんかを使うと多少は安定するんです。ただしこの場合もですね、やっぱりちょっとこう斜めっててあまり気持ちよくないし、なんかで軽く当たったりね、風が吹いたり、そういうことでね、不安定になるので、あんまり好きじゃないんですね。なるべくこう端の方にね、この網のこちら側、奥の方に置いてやるとまだいいんですけど、そうすると炎の中心と違うところにね、グリルパンがあるので、それはそれで嫌だなと。網をなるべく端に置いてこう置いてやるとか、なんかですね、こちらのバランスが重りができるように工夫するんですけど、なかなかですね、なんか気持ち悪い感じでうまくいかないのは、やっぱりこの取っ手が長いからなんですね。
で、ここまで長い取っ手ハンドルがいるのかっていうと、そうでもないんです。ただこれはね、固定されてますのでもう外せませんので、今まではまあなんとかかんとかね、こうやって使ってたんですけど、まあ、ここをね、改善する方法を考えたいなと。無造作に置いてもバランスが取れるようにしたいなというふうに思ってます。ちなみに現時点でこの中には、食材が入ってます。食べ物を入れた方が重くなるので少しでもバランスが取りやすいんですけど、私がよく使うのはウインナーか卵かパンケーキミックスをよく焼きます。今ですね、ちょうど2本ウインナーが入ってます。これジョンソンビルかアルトバイエルンですけどね、どちらも大体ぴったりなんです。なので、125g ぐらい2本でね、重りを加えた状態でもやっぱりこう手で持ってないとね、こう落ちちゃうよっていうね、そういう不安定さがあるので、少しでもね、こうバランスが取りやすいようにハンドルをどうにかすることに挑戦してみたいと思います。現時点ではどうしたらいいか全くアイデアがありません。ただ一つはっきりしてるのは、ここが固定されてる以上はもう改善できませんので、一旦このハンドルは外したいと思います。したがってこのリベットをですね、取ってハンドルを外してから考えようかなというふうに思います。ちなみにガスコンロで使う時でも何でもそうなんです。ここがですね、常にこう持ってないと水平にならないんですね。なので繰り返しますが、中で卵の焼きとかね、オムレツみたいなものを焼く時でも、こう下がっちゃうと、こちらからね、染み出してきたその卵のね、溶き卵ですかが垂れてくるので、ここで固まってしまったり汚れたり、まあ舌がね汚れたり、結構めんどくさいことになるんですね。なので水平を保ちたいなというふうなことが一番なんですね。はい、それぞれねバラバラになりまして、今洗ってきました。金属の粉とかついてると危ないのでね、きれいにしてきました。で、寸法をね確認してみました。まあこれを DIY する方ねいないかもしれませんけど、伝えしておきます。一応ねこの長さが198ミリですね。それからこの厚みがですね3.1 ミリ約ですね。それからこの穴の直径が、約ですけど 5.3、 はい。それに対してこちらの穴ですね、こちらの穴については直径が 5.0 から 5.2、 ここの厚みが、3.1 ミリですね。こちらがもう一回 2.3 ミリですので、これとこれをこうくっつけた時のここの厚みは足し算して、まあ、約 5.4 ミリというふうな厚さということになります。この辺がねデータですね。バラバラになりました。もう非常に気持ちいいですねこれね。こっからどうやって作っていこうかなと、まだ何にも考えてないんですけどね、まあ、とりあえず外れてね、めっちゃ綺麗に洗いましたので汚れが取れてね、めちゃくちゃ気持ちいいです。やっぱりこういう細かく分解できるっていうのはですね、
洗いやすいんですよね。なので衛生的なんですよねっていうだけでもね、めちゃめちゃいいなと。この外せるという価値っていうんですかね、喜びっていうんですかね、そういうものを非常に感じておりますが、まあこれをここに固定するときにいろんな固定方法あると思うんですけど、ちょっとね、そもそもコンパクトに作りたいんですよね。なのでここがこうでっかいとね、でっかい蝶ネジとかがあるとちょっと、邪魔かなと思うので、そうですね、ここに、目ネジを切って、でそれで、まあ、ネジでね止めれるようにして、ナットとボルトで止めるっていうことではなくて、まあ、ボルトだけでね固定できるようにしたいかなと思います。まあそんな加工をやってみようと思います。はい、したがって使うのはねこの、タップですね。今回は M6 ですね。ちょっと反射して見にくいかもしれませんけど、 M6 でピッチが1のタップを、使おうと思います。これね3、400円でホームセンターで売ってますのでね、まあ、ハンドル別に必要ですけど、このタップ自体は安いのでね、M6 の場合特に汎用品なので、まあ、こういうものでね、ネジを切っていこうと思います。ネジをこっちから刺すから、タップはですね4分の3回転回しては4分の1回転戻すというですね、まあ、確かそんな感じでやったら安定して綺麗なネジ溝ができるんだったと思います。いいですね、ネジ穴、ネジの溝がね掘られました。向きに気をつけてやらないとね。こっちですね、はい、ね、ちょっとカメラのアングル変えてみました。で M6 のネジですね、 M6 の普通のネジをちょっとねはめてみようと思います。まあこんな風にねぴったり合いますので、落ちた。はい、拡大しました。直径6ミリに拡大しましたので、こんな感じね、さっきは入らなかったこの M6 のボルトが入ると思います。こうですね、いいですね。ちょっとこの、六角のやつでねやってみましょうか。手で持ちやすいんでね、こちらが私の使うメインの面ですね。でロゴがある側がこっちに来て、でこれで締めるという感じかな。10ミリは長いかな。ちょっと今ね、10ミリのネジ使ったんですけど、これ長いかもしれないな。ちょっと長いかな。そうすると、まあこんな風にね、私の場合爪を切ってるのでね、どの角度でもくっつくんですけど。前の動画で、ね、それは紹介してますので、参考にしてください。爪がもともとここについてたんですね。こことここにね、ちょっとカットした跡が見えにくいと思うんですけど、こうカットしたために思いっきり前はね100度、190度ぐらい開かないと外れなかったんですけど、今はもうどこでも外れるという風になってます。まあ結果的にねちょっとこう、不安定だよって感じる方もいるかもしれませんので、まあ、そういう方はね切らない方がいいんですけど、私はね基本的に解放されてるのが好きなのでロックがかかるのあまり好きじゃないのでね、でこういう風にしてますけど、こんな感じですね、まあ、10ミリでもね干渉するかな。あ、ちょっと干渉してますね。ネジ同士がぶつかってますね。なのでやっぱ10ミリは長いですね、明らかに。まあ6ミリか8ミリぐらいか、そんな短いネジあったかな。 M6 の売ってるやつだと多分10が一番短いので、これカットしましょうかね。あとどういうネジ使うかですけどね、
まあ、こういうなんだろう、ドライバーで締めるネジだと、まあ、ドライバーがないといけないけど、まあ、何かしらね、マルチツール持ってるのでダメじゃないと思うんですね、キャンプ場でも。でこういう六角のやつだと、ネジの頭が大きいのでね、でこうギザギザなので手で掴みやすいから、まあ、こういう六角のやつの方がいいかな。ただこう締めた時にね、ここ でかいんでね、なんかこうデコボコしてる感じはあってね、ちょっと、どうなんだろうっていう感じですね。まあマルチツール持っていくんだったらこの普通のネジの方がいいかな、シンプルでという気がしてきましたので、このネジでね、4本いこうと思います。あとね、ゆうじさんがね、YouTuber 友達なんですけど、これをね、中に入るように短くしてたんですよね。だね、短くするときにどうやって短くしようかなっていうのはちょっとね、悩ましいんですね。ここね、結構持ちやすいんです、形状が。こう指に合うっていうかね、こう凹凸があってね、でここもね、ちゃんとロックかけやすいようなこう穴が開いてたりね、この針金を通すんですけどね、でこうやってね、くっつけてカチンとこうロックするような形状になってるんですね。なので、まあ、短くするのはいいんだけど、ある程度ここ使うか、あるいはもうこの樹脂全部捨てて木にした方が感じがいいのか、まあ、木だと熱がね伝わってくると焼けちゃうので、あんまりハンドル短くできないかなという気もするんでですね、このあたりはちょっとこうデザインもね、いつもながらの行き当たりばったりなんですけど、ちょっとね作りながら考えようと思います。なんかね、作りながら考える方がね、最初に設計するよりもね、うまくいくんですね。まあそれは私が素人だからなんですけど、はい。この幅がですね、おそらく内側に収まるのは 13.6cm、まあ、136mm かなと、斜めにしても140はないな、 138mm ぐらいかなという感じなんですよね。まあ、140入るかな、斜めにすればね、ギリギリ入るかもしれない。だから135から、まあ、140の間で収まるような形にすると、この中に収納できるんですよね、確かに。ただ、かなり短くなってしまうので、どうしようかなと。でここのね、せっかくタップ切ったところは使いたいので、まあ、この辺でカットするというのがね、一つの方法だとは思うんですね。確かに確かにね、そうしたくなるんですよね。ただここだけ黒いのが残ってるっていうのが、なんか微妙な持ち手に見えるんですよね。ここが持てないことはないですけどね、十分微妙な持ち手が残る感じかなという気もするんですよね。これ難しいですね。中に収めようと思うと、そうですね、まあ、収めたくなくてもいいんだったら、まあこういうふうに持ってもね、別々に。でさっきの T 字型になってるよりははるかにコンパクトですからね、これはこれでいいんですけどね。さあ、悩ましいな、悩ましいけど、これが一番面白いところですね、おそらく。どうしようかな。一つ思うのは、ハンドルをこう折りたたみ式、こう何らかの形で折りたためるようにすると、短く収納できて長く使えるっていう感じな気がするんですよね。折りたたみ式にするっていうのが一つの答えな気がしてきました。
折りたたむということはどっちにしてもね、この今の状態ではダメなんで、まずこれ壊さないといけないんですけど、折りたたむこの取っ手がもしかしたらここが使えるんだったら、この金属とこのプラの部分を外したいんですよね。これ割っちゃうとね、もう全体が壊れちゃうので、うまくこの金属をね引き抜きたいんですよね。まあおそらく金属がこの辺りまで入ってると思うんですよね。っていうことはその多分ここだろうというところを切って、でこちらの部分は捕獲して、でこの、中途半端な部分はもう割って壊すとか、まあそんな形でいいかなという気もするんですけど、ここかなと思って切ったところの下に金属があるとですね、また切り直すじゃないですか。これなんか溶かして引き抜けないかなと思うんですけどね。溶かしたら引き抜けないかなと、どうでしょうね。まあただ熱で溶かしたら溶かしたでね、途中の部分もやられちゃうので、ぐにゃっと曲がったりね、変色したりするので、やっぱ切りましょうかね。この辺で切って、こっちは使う可能性があるので残して、でこれを割るという、そういう方法にしてみましょう。この金属がね、どこまで入ってるかわかんないんですよ。だから多分この辺じゃないかなと、まあ製造過程を考えたらね、こんなとこじゃないかなと思われる部分に、まあ大まかな、ちょっと目処をつけて、この辺も勘ですけどね、完全な、そのあたり切ってみましょうか。でもし切ってね、途中まで切った時に、あ、金属がまた出てきたようだったら、もうちょっと、この手元画面右側の方にずらして切ると、そんな風にして探りながら金属がなくなっている部分を探しましょう。ちょっと手間ですけどね、まあそれがいいかな。いいなこれ、すっげえ簡単。はい、やっぱね、取って切ってみたんですけど、このプラスチックはね、相当強いですね。おそらく熱に強い、素材でできてますので、かなりね硬いし強いです。まあある意味ね、木材よりは強いし、金属までは硬度がねないとしてもかなり強いと思います。硬いプラスチックですね。これは素晴らしいので、この部分はね、なんとかちょっと使いたいなと。まあモンターナさんのロゴも入ってますしね、このグリルパンについては本当にモンターナさんにね長年お世話になってますので、できるだけこれをね残したいなと思ってるんです。まあそういうことで、今切ったね、こちらのこの部分、黒い部分はいらないんですけど、まあ、なんとかこれをね、折りたたみ式か何かの形で使えたらなというふうに思います。これはもう割れるかな、ちょっと割ってみよう。 割れますね。やっぱそういうことか。ほら、だいたい当たってましたね、長さ的にはね。はい、私がカットしたとこよりもあと8ミリ7ミリぐらいかな、手前で金属がなくなってましたね。ということで、はい、こんな感じね、こんな感じになりました。はい、この長さがね、最初に知りたかったんですよね。約ですけど 92.0 ですね、92mm。あとこの穴ですね、さっき割ったら出てきた穴、楕円形の穴なんですけど、ここのね、短い方のね直径が 5.8mm かな、約ね 5.8 ぐらいということです。長い方はね割と長いですね。長い方はね1センチちょうどありますね、ちょうど1センチかなという感じです。
このデータがね、最初に分かっておけばね、もう少しね、計画的にやれたんですけど、まあ、割ってみて分かったということです。したがって今の状態だとどんな風になるかっていうと、こっちか。今だとこのぐらいの長さなんですね。超短いですね。これはこれで面白い。はい、またこっからね、ちょっと選択肢が広がりましたんでね、どうしていこうかなと。この長さでしばらく使ってみて、なんならちょっとね、あのプライヤーとかを使いながらこうね、扱ったら持つとかしてみて、この長さでもいけるんだったら、まあ、短い方がいいんかなっていう気もちょっとはするんですが、ただ多分暑いだろうなと思うんで、このままではね、ちょっと使いにくいかなと。まあ皮を巻くのか、やっぱりなんか取っ手をつけるのかですね。でこの状態だったらね、今切った取っ手はまあこの中に入ってるような状況ですね。なのでこの取っ手をうまいことここにつけれるような感じの加工をすると、このぐらいの長さ、このぐらいの長さでいい気がするんですよね、持ち手としてはね。うん、ということはこのぐらいの長さになるように、この金属とこいつがくっつくような何らかの細工をしてやるといいんではないかなというふうに思います。結構面白いですね。どうしようかなと考えながらやっていこうと思います。現時点では何のアイデアもありません。コンパクトだよね。このコンパクトさを保ちたいよね、やっぱりね。ということで後半に続けたいと思います。さあどんな風に加工するのか、またね、良い案があったらね、ぜひコメントをください。ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。これをどうくっつけるかなんだよな。うん、これは面白い。これはとにかく面白い。いずれにしても面白い。ここはなんかで縛ってやればいいよね。